とは、認識によって得られた成果、あるいは、人間や物事について抱いている考えや、技能のことである。認識、A、コグ、ドク、アーケントニス、フッツ、コナサンスと、ほぼ同義の語であるが、認識は、基本的に、哲学用語であり、知識は主に認識によって得られた成果を意味するが、認識は成果のみならず、対象を把握するに至る、作用を含む概念である。 なお、英語のナレッジは、オックスフォード英語辞典によれば、次のように定義されている。知識に関して人類が、どのようなことを述べたり考察してきたのかについて、解説すると、古くは、旧約聖書の創世記のアタムとイブの下りに、善悪の知識の木が登場しており、各信仰ごとに知識について様々な考え方がある。知識について、哲学的に論じられるようになったのは、 古代ギリシアのプラトンが知識を正当化された真なる信念としたのが始まりであり、現代に至るまで様々な哲学的な考察が続けられている。16から17世紀のフランシス・ベーコンは知識獲得の方法について考察を行ったが、彼の考えは近代科学の成立に大きな役割を果たすことになった。現代の心理学的に言うと、知識獲得には知覚、 記憶、経験、コミュニケーション、連想、推論といった複雑な認識過程が関係するということになる。なお、今でも万人が合意できるような知識についての唯一の定義などいうものは存在せず、学問領域ごとに異なった理論があり、それらの中には相互に対立するような理論も存在している。キリスト教においては、 旧約聖書の創世記に登場するアダムとイブが神から善悪の知識の好みを食べてはいけないと言いつけられていたにもかかわらず蛇にそそのかされイブがそれに続いてアダムまでそれを食べてしまいその結果人間は神から隔てられてしまったとされている創世記3時22分カトリシズムや聖公会などのキリスト教では知識を精霊 ホーリー・スピリットの七つの贈り物の一つとしている。イスラム教においても、知識、イルムは重要である。アラーフの九十九の美名の一つに、前知者ザオールノウィング、ある、アリームがある。クルアーンには、知識は、神がもたらすとあり、ハディースにも、知識の獲得を奨励する言葉がある。ユリカ語から、ハカバまで知識を求めよとか、まさに知識を持つ者は預言者の相続人だと言っ 言葉は、ムハンマドのものと言われている。イスラムの聖職者をウラマーと呼ぶが、これは、知るものを意味する。グノーシス主義はそもそも、グノーシスという言葉が、知識を意味し、知識を獲得しデミウルゴスの物質世界から脱する、ことを目的としている。セレマにおいては、知識獲得と、聖書護天使との会話を、人生の目的とする。このような傾向は、 多くの神秘主義的宗教に見られる。ヒンドゥー教の聖典には、パークシャナイアナと、アプラクシャナイアナという2種類の知識が示されている。パークシャナイアナ、パークシャジャノナとは、受け売りの知識を意味する。本から得た知識、噂などである。アプラクシャナイアナ、アパラクシャジャノナは、直接的な経験から得た知識であり、自ら発見した知識である。 プラトンのテアイテトスでは知識の定義についてソクラテスとテアイテトスが議論して三つ挙げている。すなわち知識とは知覚することに他ならない。知識とは真なる思いなしである。知識とは真なる思いなしにロゴスを伴ったものであるの三つである。アリストテレスはニコマコス倫理学の中で知識をシグマファイオタアルファーソフィア、サトシと ファイローニューイータシグマヨタフロネシスの2種類とし、ソフィアとフロネシスを明確に区別している。その後知識の定義については、認識論という分野で、哲学者らが今に至るまで議論を続けている。現代英米の分析哲学では、知識の古典的定義として、プラトンの記述を考慮して、以下のものが用いられる。ある認知者 A が X であるという知識を持つのは、以下の場合、 その場合に限る。これを一言で言えば、知識とは正当化された真なる信念であるということになり、客観的知識と主観的信念とに単純に二分類してしまうような分析が長らく主流であった。このような硬直的な分析、決めつけに対しては、1950年代にゲティアが強力な判例を出したゲティア問題。ゲティア問題とは、簡単に言えば、 正当化された真なる信念を持っているにもかかわら、どう考えても知っているとは言えないような状況が想像できるという問題である。これを受けて、その後の分析系認識論では、ロバート・ノージックやサイモン・ブラックバーンといった哲学者が知識の古典的定義に様々な形で手を加えて満足のいく分析を模索してきた。それとは、対照的にウィトゲンシュタインは、 ムーアのパラドックスを発展させ、彼はそれを信じているが、それはまではないとは言えるが、彼はそれを知っているが、それはまではないとは言えないと述べた。彼はそれに続けて、それらは個々の精神状態に対応するのではなく、むしろ信念について語る個々の方法だという主張を展開する。ここで異なるのは、和者の精神状態ではなく、和者の従事している活動である。例えば、 夜間が沸騰していることを知るというのは精神が特定の状態になることを意味するのではなく夜間が沸騰しているという論述に従って何らかの作業を実行することを意味している。ィット・ゲンシュタインは知識が自然言語の中で使われる方法に目を向けることでその定義の困難さを回避しようとした。彼は知識を家族的類似の一例と見た。この考え方に従えば 知識は関連する特徴を表す概念の集合体として再構築され定義によって正確に捉えられるものではないということになる。認識論は知識とその獲得方法について考察する。フランシス・ベーコンは知識獲得の方法の発展に重大な貢献をした。著作で機能的方法論を確立し一般化し、 現代の科学的探求の礎となったのである。彼の近言、知識は力なり、ナレッジーズパワーはよく知られている。この近言は、彼の著書、メドティシャンズ・ソクライ、1957に記されている。サインティア・スキエンティアという言葉は、もともとは単に知識という意味でしかなく、ベーコンの時代でもそうであった。サイエンティフィックメソッド、サイエンティフィックメソッドは、 元の意味では知識に関する方法論が徐々に発展したことは我々の知識についての理解に重要な寄与をした。様々な経緯を経て知識の探求の方法は観測可能で再現可能で測定可能な証拠を集め、それらに具体的な推論規則を当てはめていく形で行われなければならないとされるようになった。現在では科学的方法、サイエンティフィックメソッドは 観測や実験によるデータ収集と仮説の定式化と検証から構成されているとされている。科学とは計算された実験によって得られた事実に基づいて推論する際の論理的に完全な思考法ともされる。そして科学や科学的知識の性質というのも哲学の主題の一つとされるようになった科学哲学。科学の発達とともに生物学や 心理学から知識についての新たな考え方が生まれた。ジャンピアジェの発生的認識論である。近年まで特に西洋では、単純に知識とは人間、及び神が持てるもの、特に成人だけが持てるものだとみなされていた、東洋では必ずしもそうではなかった。西洋では時には、コピト文化の持つ知識といったように社会が知識を持つ、といった言い回しがなかったわけではないが、 それは確立されたものではなかった。そしてまた西洋では無意識の知識を体系的に扱うことはほとんどなかった。それが行われるようになったのはフロイトがその手法を一般化した後である。上記のような知識以外に知識が存在すると言われているものに、例えば生物学の領域では免疫系と遺伝コードの DNA がある。カール・ポパー1975とトレイル、 2008らが指摘している。このような生態システムが持つ知識までカバーするためには、知識という用語の新たな定義が必要とされるように見える。生物学者はシステムは意識を持つ必要はないと考えるが、知識はシステムにおいて有効に利用可能でなければならない。すると、次のような基準が出てくる。知識は様々な観点で分類される。 心理学では、知識は長期記憶として扱われ、記憶の分類そのままに表彰化された知識を、宣言的知識、行動的な知識を、手続き的知識と分類している。宣言的知識の例としては、科学的法則についての知見、99、地球上での重力定数など、や、社会的規約についての知見、日本の首都は東京であるなどが挙げられる。 手続き的知識の例としては、箸の使い方、ピアノの弾き方、車の運転の仕方などが挙げられる。前者をノーイングザット、後者をノーイングハウと呼ぶこともある。形式化、伝達方法の観点から、知識は形式値と暗黙値に分類される。ナレッジマネジメントなどの世界で利用される分類である。暗黙値とは、宣言的に記述することが不可能か、 極めて難しい知見のこと、手続き的知識や直感的認識内容は暗黙知とされる。例えば、美人についての知識は誰でも持っているが、それを明確に定義することはできない。哲学や生物学的な立場から人間に生まれながらにして備わっている知識を、アプリよりな知識、先天的知識、誕生後に社会生活などを通して獲得する知識を、 アポステリオリな知識、公典知識と分類することもある。アプリオリな知識が存在するかどうかは、認識論において、長年の問題であった。大陸合理論の系譜においてはデカルトをはじめ、何らかのアプリオリな知識を認める立場が主流であった。このような立場を正徳説という。イギリス経験論においてはアプリオリな知識の存在を、否定し、心を白紙としてみる。 経験主義の立場がロックらによって提唱されたタブララさ認識論の一分野では不完全な知識、パーシャルナレッジに着目する。ある分野について徹底的な理解を達成することは現実にはほとんどありえないため、我々は自らの知識が完全でないすなわち不完全だという事実を念頭に置いておく必要がある。現実世界の問題の多くは、 その背景やデータについての不完全な理解の中で解決しなければならない。それに対して算数や初等数学の問題はすべてのデータと問題を解くのに必要な方程式についての完全な理解があって初めて解けるという点で大きく異なる。この考え方は限定合理性とも関係が深い。サードエディション、フロム・アイ・ベルナール講演・コーエンアン・ホイットマン S1999 トランスレーション974ページーズ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。